今回は、チーカワ、ソフビフィニア2、全員4種。ラインナップは、タコギのうさぎ、タコギのチーカワ、タコギのワ割、イカギのうさぎの4種類になります。で、戻りました。今回もカプセルを、ポンとして出していきます。で、あと2回やってきました。こちらも、ポンとして出していきます。で、今回出たのは、タコギのチーカワ、タコギのワ割、タコギのうさぎになります。で、正面、横、後ろ、で、また横。最初にチーカワ、 耳ないんですけども、結構似合っちゃってる感じがします。で、足と手に吸盤があります。裏面はこんな感じ。続いて8割れ。とっても可愛らしいポーズしちゃってます。で、頭にはハチ巻きしちゃってます。裏から見るとほぼタコです。で、最後にウサギ。お顔とお腹、微妙に色が違います。で、手足全開で伸ばしちゃってます。ウサギ、耳ないんですけども、なんか違和感感じません。で、今からロング動画だけになるんですけども、 ダイソーで購入した収納ケース110円のやつなんですが入れるとこんな感じになります。上から開けられるタイプになっています。ガチャ系だと高さもちょうどいい感じになっています。ということで今回はチーカワソフビフィニア2をご紹介しました。ガチャの中を見たらイカギのウサギもうないような感じだったので今回はちょっと3回でやめました。また機会があればガチャしたいと思っております。気になった方はお試しください。